はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。本日もねマリオカートをやっていきましょうっていうことで、本日はキングテレサ久々にね使っていこうかなと思っております。乗ってくカートはこんな感じ、キングテレサにブルーファルコン、スカイローラー、マリオカート、こんな感じでね今日は重量級で走っていこうかなと思っております。ということでやっていきましょう。さあ本日1レース目、ちょっと人数少なく9人スタート、150cc スイーツキャニオンっていうことでね、まあレート帯は基本安定してるかなっていう感じで、高い人で6000ぐらいしかいなかったと思うので、まあ割と走りやすいかなと思います。じゃあ頑張ってやっていきましょう。2、1スタート。1人スタート足ミスってましたね。さあこのコースはあんまりやる機会がないかな、割とそんなしょっちゅう走るコースではないのであんまりね、把握してるわけではないんですけども、頑張って走っていきましょう。現在4位。さあ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 、9人なので4位だとあんまりちょっと微妙ですね。9人だから、3位ぐらいには入って終わりたいかな、ベスト3ぐらいには入っておきたい。さあこれどっちが早いんだろうね、さっきの分かれ道みたいなね。おいしょ、あっぶね、しょっぶね、オッケー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 、曲がりきれた、オッケー、やっちゃった、前潰そう前潰そう。さあ現在3位。さあこれはあんまり1位との差をつけられないようにいきたい。前のこれもう持ってないな、投げちゃう。あこれやばい、待って、あ大丈夫か、これ最悪自分に当たることあるかな。さあここでも2個持ちきっちり取って前を潰していきましょう。待って、ミドルコーラ怖すぎんだけど、ちょっと待って。でこのぐらいのタイミングでもう1個投げる、取られた、まあ大丈夫でしょう。あーいいよっちょ何やってんだろう俺、やばえ、めっちゃ抜かれたんだけど、嘘、2位だったのにもう6位なんだが。さあボム兵をケツにつけてここに置いていく、よし1人かかったね、 OK。 さあ結構団子状態、現在5位。1回のミスで順位落ちるけど他の人の1回のミスで順位が上がる、それぐらいのね、レース展開になっておりますが、気を抜かず頑張っていきましょう。最終ラップなんでね、ここからはもう相手のアイテムの引きと、さあキノコとボム兵か、厳しい、よいしょ。ってことで、ベスト3か、まあでも9人中3位、まあ悪くないかな。ということで、1レース目はね3位に終わったということで、2レース目もこの調子で頑張っていきましょう。さあ本日2レース目、人数増えました、マックス人数12人、 150cc エレクトロドリーム、ちょっと苦手な、コースになってしまったんですが、まあ頑張っていきましょう。今回もベスト3狙ってね頑張りましょう、よろしくお願いいたします。3、2、1スタート。さあ2レース目、さあ12人、いいね、人数多いと盛り上がりますね。 OK、 1回目アイテムもきっちり取れた、これはちょっと自己防衛アイテムで初っ端つまずかないようにって思ったらやらかしましたね前の人のケツに当たっちゃったね。あ待って、ちょっとさあ、なんとね驚くべきことに現在ビリ。さあ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 、こっからいいアイテムを引いて一気に上がっていきたいところですが、3連キノコに、シングルキノコ、コイン回収ができていいですね。これガンガン使っていっちゃった方がいいかな今は。よいしょ、ここ1個残しといてショートカットに使えるかな、1個で大丈夫かね。よいしょ、 OK、 現在3位、一気に上がりましたね。キノコのラスト1個のキノコの使い道が割と良かったのかな。あやべ取れねえ。さあこのこれぐらいの順位を維持しながら走っていって隙あらば上げていきましょう。今回右行こうかな。さあここもきっちり2個持ち取って、オッケーオッケー。さあ、2個持ちのアイテム、メガホンとシングルキノコ、どのタイミングで使おうか。あやべメガホンパクられた、まあ、このキノコとりあえず取っておきましょう。
ソコンショートカットで使いましょうか。あーマジ、いや焦るな焦るな焦るな、いつもだったらここでキノコ使っちゃうとこだけど、ここでショートカットを、そしてケツに防衛でつける。オッケー、あ取られたちょっとキングテレサがテレサからアイテムパクられたんだけど、よし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 、こちらアイテム取って、現在4位、最終ラップ落ちるなよ、ミスなくいこう。このキノコどこで使うべきか、もういいや使っちゃえ、とりあえず使っちゃえ。さあ声も7個割と順調に反射、やっべアイテム取れない、まずいぞまずいぞ、ちょっとイカスミ前見えないな、あ待ってやばいやばいやばい、後ろ投げんなよマジで、あやべ1個しか取れねえ、あこれ待ってどうしよう、危ねえ危ねえ、防衛アイテムとして赤コーラ使ってしまったのでもう攻撃する手段がない、あこれ終わったな、3位だなということで、1列目同様3位で終わりましたね。まあでも3位は結構いい順位だと思うんで、ベスト32連続で入ることができたので、まあこんな感じで気持ちよく終われるかなと思います。ということで、本日もね2レースやってったんですけども、ここまでご視聴ありがとうございます。生放送は普段オープンレックっていうところでやってるんで、よかったら下の概要欄の URL からね、フォローしていただいて遊びに来てみてください。この YouTube チャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。